今日は別府に外泊します。以前にね、一回泊まったことがあるゲストハウスのサンライン別府なんですけど、すごい綺麗にリニューアルしてるのをこの前見たんですよね。で、今日ちょっと空いてるみたいなんで宿泊したいと思います。こんな感じですね。なんかめっちゃおしゃれになってる。行ってみましょう。1階はすごい綺麗になってる。2階はどうなんでしょうか。見て、案内板。え、今どこ、ここ向きが違うぞ。こっちか。こっちか。麺。え、靴ってどこまで、ここまでかな。なるほど。これの2番、ここやね。ロッカーは？ロッカーは？こっちか。この2番やな。こういうことね。前に泊まったことあるんですけどね、ここは確か和室やったんですよ。というか、内装はまだ和室のままですよね。で、そこにね、なんかパイプみたいな2段ベッドで前部屋になってたと思うんですけど、すごい綺麗になってる。こんな感じやね。シーツは自分でセットせなあかんねんな。照明はどうなってんのかな。照明はここか。あ、すごい、これほぼ手作りみたいな二段ベッドやな。これはなかなか快適よね。で、いろいろ、まあ、注意事項みたいなのもあると。エアコン？あ、観光案内とか、飲食店の案内もある。いいね。ちょっとシーツのセットしようか。こういう感じだね。トイレを見てみようか。トイレは確か前から綺麗かったと思うよね。トイレもすごい綺麗。おお。こっちか。そうそう、階段が2つあるんよ。男湯、家族湯、女湯。
で、こっち側がフリースペース。フリースペース。共用キッチンとかね、食器もあるし、でかい冷蔵庫で流し、ソファーもあって、あ、ここは談話室みたいな感じで使えるんか。っていうのも安心ですね。源泉かけ流しですね。こっちがオーバーフロー。とりあえず大浴場入ったんでスタンプもらっていいですか。ありがとうございます。ちょっとだけカフェ利用したいんですけど、どうしたらいいですか。これメニューですかね。今晩飯食って宿に戻ってきたんですけどね、カフェコーナーが20時までらしいんですよ。時短営業の影響ですね。だからもう多分閉まるんだろうと思うんですけど、まだ開いてるな。今フロントで聞いたんですけどね、ここでね靴脱いでたんですけど、中まで行っていいらしいです。このカーペットのところは土足でいいらしいんで、ここまで行けるってことですね。貸切湯はここですね。おー、綺麗。どんな感じ？おー、いいんじゃないですか。いやー気持ちよかったな。よいしょ。
あ寝るか。よいしょ。結局貸し切りやったな。時間7時になりましたんで、もうやることないから帰ります。で、その前にシーツをハイド入れてくれっていう話があったんで、その辺はちょっとやっときましょう。多分こんな感じにしといたらいいんだろうと思います。で、帰り際にちょっと改めまして、この二段ベッド見てみたいんですけど、作りとしてはこれはコンパネでしょうね。合板、仕上げに使うものではないんですけども、それをそのまま見せてる感じですね。で、ビスやなんかも剥き出しになってます。で、サイズ感はセミダブルぐらいあるのかな。幅は普通のカプセルホテルなんかよりはだいぶ広い感じがします。あと、いいのはね、やっぱりね、これですね。ここのスペースすごい大事です。これベッドメイクするときに、これがあるのとないのとではもう全然違いますからね。それと中なんですけど、照明のスイッチとコンセント、 USB の給電かな、これがあります。で、これ気づかなかったんですけどね、ここにこういうのがあって、これ何かなと思ったら、これフックですね。こういう感じでカバンとか上着とかちょっとしたものをかけれるような感じになってます。で、煙感知器あるんで、消防法的にも問題ないんだろうと思いますね。で、ここにもちょっとミアみたいなのがあるんで、荷物やなんかはここに置けますね。いや、なかなかいいんじゃないですかね。だから一点やっぱり気になるのは、照明のスイッチがここにしかないっていうことですね。これがあの辺ですね。こう入り口のところぐらいにもう一個スイッチがあって、三路スイッチになってれば、もう完璧やったんじゃないですかね。いや、なかなか良かった。そうそう、高さもちょうど良かったですね。あとこれね、ロールスクリーンね。さあ、本茶帰ろう。フロント8時からなんで、真っ暗ですね。ただチェックアウトはね、ここのキーボックスに鍵を返せばいいということです。いやー、綺麗な宿だったな、でもな。あれ、こっちか。夜間通用口なんですよね。で、ここに、点キーがあって、ここに暗証番号を入れれば、夜間でもここから出入りができるんですよ。ここね、もともと多分ホテルかなんかやったと思うんですよね。それを改修してゲストハウスにしてると思うんですよ。だからね、作りがすごいしっかりしてますよね。まあ若干古さはあるんでしょうけど、まあちゃんとリニューアルしてるし、すごい綺麗な、家族連れとかでも全然大丈夫。個室もあるんで。今回僕は泊まったドミトリーがね、一泊ね、たったの3500円ですよ。で、3500円でね、ドミトリー、独占やったんで、めちゃくちゃ快適でしたね。さあ、帰ります。